ペンリスはオーストラリアニューサウスウェールズ州にあるシドニーのサバーブ。シティオブ・ペンリスの市役所が設けられており、シドニー中心業務地区の西5 0キロメートルの地点にある。ネピアム川の東岸に位置する。ペンリスの名はイングランド・カンブリア州の同盟の都市に由来する。ペンリスの名前の書室は1819年である。ヨーロッパ人が オーストラリア大陸に上陸する以前のペンリスは、ダラグ人の部族であるマルゴア部族が居住していた。彼らは、ガンヤスと呼ばれる間に合わせの帽子を被りカンガルーなどの野生動物やネピアン川の魚、ヤムイモなどを狩猟、採集する生活を営んできた。マルゴア部族の人々の多くは、ヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘によって、彼らの上陸後に死に絶えた。 現在のペンディスの地域を最初に探検したのは、ワトキン天地ンである。彼は、エヴァン・ネピアン教にちなんで、地域に流れる川をネピアン川と名付けた。ニューサウスウェールズ植民地の、大三大総督であるフィリップ・ギドリー・キングが1804年、ダニエル・ウッドリフに1000エーカーの土地を与えたことが、この地区の植民の開始である。1814年、ウィリアム・コックスが、 ウッドリフの土地を通り抜ける形でシドニーからブルーマウンテンズへ至る道路を建設した。1817年にはペンリスに法廷が建設された。1828年には郵便局が、1844年には聖公会の教会である聖スティーブンス教会が、1850年にはカトリックの教会である聖ニコラス教会が建設された。ペンリスの発展には、 二人の人物が大きく関わっている。カズとメがトーマス・ジェミソンである。彼は1788年のファーストフリートの乗組員の一人である。シティオブ・ペンリスのサバーブであるジェミソンタウンは彼の名前にちなんでいる。二人目がトーマスの子供でジョン・ジェミソンである。1824年、ジョンは ニューサウスウェールズ最初のジョージア建築であるリージェントビルハウスをネピアン川を望む場所に建設した。さらに、ジョンは印象的な農業関連の不動産を残し、さらにはニューサウスウェールズ州上院の議員になった。彼が建設したリーージェントビルハウスは1868年に消失したが、建築資材の多くがペンリス周辺の建築資材として再利用された。 他に、著名な人物として、バッキンガムシャーから移住したトーマス・フロストと彼の妻で、あるサラである。サラは、サミュエル・マースデンによって、洗礼を受け、彼女の兄弟である、ロバート・ロープは、オーストラリアで生まれた、最初のヨーロッパ人であると評判を受けた。ニューサウスウェールズ総督であったトーマス・ブリスベーンに、陳情を重ねた結果、1822年10月13日、トーマス・フロストは、 囚人の立場から解放され、ネピアン川沿いに20ヘクタールの農地と125棟の家畜を持つことが許された。ラックラン・マッコーリーはフロストが農地を経営することを喜んでいるとフロストは言った。フロストはさらに20ヘクタールの土地をバサーストに保有した。フロストの墓は良い状態でペンリスのセスティーブンス協会に保存されている。ネピアン川に最初に橋がかかったのは 1856年のことであるが、最初の橋は洪水で流出した。シドニーからペンリスに鉄道が延伸したのは、1863年のことであり、1865年には学校が建設された。1871年にはペンリスは地方公共団体に分類される。シドニー中心業務地区よりも内陸部に位置するため、夏や冬の夜は、 シドニーよりも幾分温度が低く、極端な例では10度も温度が違うこともある。一般的な夏は18度から30度、冬は6度から18度までの間を推移する。また、海から遠く、シドニー CBD では海洋性のスコールが降ることがあるが、ペンリスではそれがないため、降水量に関しては300から400ミリメートル少ない。 平均年間降水量は698.6ミ、mm、リメートルである。過去の最高気温は2001年1月に記録した46度である。最も湿潤な時期は10月から3月、春から夏にかけてであり、逆に4月から9月は降水量が少ない傾向である。とはいえ、年間を通じた降雨量としては特定の月に突出して雨が降るという気候ではない。 ペンリス駅、ペンリスの中心にあるペンリス駅はシドニーとレーンズノースショアノーザンウェスタン線における主要駅である。またペンリス駅にはバスターミナルが設けてある。ペンリスはシドニーからブルーマウンテンズへ走る東西の道路と南北を走るマルゴアロードの交差点で交通の要衝でもある。ペンリスはグレーターウェスタンシドニーの中でも商業が集積している。 ペンリス駅南口にあり、最大は300の小売店を併設する、ウェストフィールドペンリスである。ABC、ローカルサバーブプロフィールペンリス。ペンリスシティカウンシル。2008年6月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月18日閲覧。ザアーリーランドイリエネーションパターン。ペンリスシティカウンシル。2008年6月14日。 辞典のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月18日閲覧。ネペアンタイムズ。19オーガスト1882。リポーツ。オンハーデス。ハット・ザ・オーストラリアン・ジーニー・アレジェスト。ボリューム2。パート3。ジュライ1936。ウィッチ・ギブス・ヒズ・バース。デートアズ・ゴ・セプテンバー 1788. ザ・パイオニアーズ・オブ。シドニー・コーブ。 p87 ウィッチギブスヒズバースデートアズゴノーベンバー1788クライメイトスタティスティックスフォーペンレスレックスビューローオブミティラロジー2008年5月18日閲覧クライメイトスタティスティックスフォーペンレスオーストラリアンビューローオブミティラロジー2010年8月31日閲覧ありがとうございます